人民のじゃなくて初心者の初心者により初心者のためのクラクラ実況ということでですすよろししくお願いしますあのですね、えー、ダークエリクサーを貯める方法ということでまあそのダークエリクサーポンプで貯めるという方法もあるんですけれどもやはりあのー、タウンホール7の方や8の方はやはりこうバーバリアンキングをね生産あのアップグレードしたりだとかあの 建設するということで、まあ非常にダークエリクサーが非常に重要になってくるんですよ。そこで。ダークエリクサーをね、少しでも多く貯める方法というのをね、教えたいと思います。人つね、使うのはこちら。闇の弊社。もうこれもう当たり前のことなんですけど、ユニットを生産をして、まあ。タウンホール七の方だったら、多分まあ、バーバリアンじゃなくて、このゴブリンじゃなくて、なんだっけ、ガーゴイルが。あのまあ。ガーゴイルでいっぱいだと思うので。ガーゴイルをですね。生産します。 ちなみに今アーミーキャンプは満タンの状態ですその満タンの状態でこれをしないとあ待って今生産されちゃうなダメだダメだ今のようにしてしまうと完全に生産されてダークエリクサー減っちゃうのであのーま、アーミーキャンプをマックスアーミーキャンプをマックスにした状態で生産を押すわけですそうすると生産予約が入るわけですよそうするとね えーまあダークエリクサーの収容量が一時的に減るんですねそれでまあログインしない間生産予約をかけておいてそれを利用してあのもし万が一責められた場合でも資源を確保しておくというね、まあ、生産予約をかけておいてその分取られないようにしておくという戦 という方法ですね、まあ、それやっていただければまあダークエリクサー1万最初の目標としてはまあ1万ですよねそしてまあ生産してから1万2,500だったり1万5,000だったりそういうためる方法がありますということでした、えー、ご視聴ありがとうございました